主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれきですね。ほう、538回になります。ですね、はい、はい、今日は大晦日です。嘘、はい、マジっすか。今年最後の配信になります。細かいな。はい、ここ数年はですね、1年の最後の配信はこの1年を振り返るという、はい、これをやっております。はい、反省会、はい、反省会なんですか。いや違う、去年もそれあなたおっしゃってました。反省はしない、うん、反省しないし振り返りもあんまりしたくない、仕事でもあんまりしないので。あ、そうですか、はいはい、さあ、でも1年振り返ってみましょうね、はい、今年の一番最初のお金の会が和道開珎。和道開珎、はい、ああそうでしたな。はい、で、今年は関東大震災から100年だったので、お正月明け、そうそう、関東大震災試験に向けてってやつですね、はい、に、東方見聞録、ああやったね、はい、で共通テストがをやって、ほう、あと四日市喘息、ああありましたな。で今年の4月に配信500回を迎えました。500回のめでたい年ですね、はいはい、明治天皇大特集を5回にわたってやり、うん、はい、明治天皇の次は聖徳太子というやりましたね、はいはいはい、ビッグネームが2つ、はい、で100歳の言葉、うん、高度経済成長時代の価格、うん、もう今全然ね、物価ねすごくなりましたもんね。高いね。で江戸のグルメっていうシリーズがね始まりました。始まりましたな。と日米和親条約、和親条約、はい、そうなったっけ。はい、あのどんな条文かっていうのをねちょっと紹介します。で鉄道消化シリーズが一段落してですね、はあはあはあ、養殖シリーズがね、はあはあはあ、今年の夏から始まりました、うんうんうん、でまたですね戦争と障害者というので夏にはね傷痍軍人の話、うん、で年末にはね視覚障害者とね、はい、の話をねしました、うん、であと10月秋にはカラフトはい、をしましたね。カラフト特集、カラフトも3回か、はい、面白かったですね、はい、こんなので、うん、あと歴史ニュースや、平成の言葉とかねしましたし、あと最近は 2000XX 年問題もねしましたね。記憶に新しいですね、はい、こういう感じでねしましたが、まあ今年はね、まあ、50010年配信10周年という位置づけで、はいはいはい、しましたね。そうですね、はい、まあ、節目ですね。一応今年の企画で水月さん良かった企画ありますか。まあ、やっぱり明治天皇が非常に濃厚でしたね。そうですね、気合も入ってましたし良かったと思いますけど、ね、ケニーさんどれだろうな。ケイさん意外と面白かったのは東方見聞録かな。あ、東方見聞録な、うん、年始1年、うん、丸1年、あ、まあ、カラフトとかもね結構まあ面白いなと思ったけど、うん、ね、ちょっとこう、うん、横から攻める日本史でね、うん、まあ傷痍軍人も結構勉強になったかな。あ、そうですか。全然ちょっと知らない分野の話だったんで、はい、これね戦争と障害者シリーズはまだネタが続く、はい、あと大きいネタが2つ残ってますので、はい、うん、またこれなかなか勉強になるというか、はい、一度に全部やると重くなるんでちょっと小出しにはしてますし、あの江戸のグルメもまだ何本3本か4本ぐらいできるんですよ。撮ってはいない、収録はしてないです。収録はしてない、はい、ネタは仕込んでありますので、はい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 、またねできますし、うん、うん、
こんな感じでね、ちょっとやってきて、で、ね、本当に今年は、前半はコロナで、で、5月ぐらいから5類になって、活動的なことがね、しやすくなったっていうので、それこそ500回ぐらいから、まあ、そうだね、コロナがまあ徐々に開けてきた感じですね。そうだね、まあ、本当にね500回本当はあの記念冊子もたくさんの方に買っていただいて、ああそうですよ、はい、本当ありがとうございます、うん、だいぶ日本各地に散らばったんじゃないですか、はいはい、うん、でもうちょっと在庫減ってきたんであんまり積極的に宣伝はもう今してませんが、はい、もう少し残っておりますが、まだいけますよ、はい、うん、まだ一山ぐらい来ても大丈夫ですよはい、あのぜひぜひご購入、あの結構ご好評はいただいておりますね、まあそうですね、ツイッター X 等を見てても、はい、まあまあ皆さん面白いと言っていただいてますけど、はい、だいぶ気合い入れて書けましたからね、そうですね、うん、はい、ね、もう言ってるうちにでもついまた550が見に来たんですね、そうなのよ、誰にしようかさ、そろそろ下準備しないといけないんですけど、なんかねビビってくる人いないんですよ、3月とかか、うん、まあ、そうやね、そうビビッとする人はいない、あこれって思っても、うん、ちょっと調べると挫折しちゃってあ、バランス的にはただ時代とか男女比とか女子は全然ないで、ね、もう女子やりましたよ、いやまあまあやったけど、比率としては女性は受刑人さんだけなので、だって古代の人もやったし中世の人もやったし近世の人もやったし、うん、近代の様だか明治天皇だ、あ明治天皇やったじゃんね、だってもっと近い昭和系の人が近い近代とかないのか、ない大正昭和なんていうのは意外といいまだないですね、うん、その辺行くか、もうでもある程度一巡時代的には一巡してるんだよ、ああ2回転目みたいな、で平安時代は今年は避けたいので、あそうなんですか、なんか大河に便乗してるんでしょって思われたくないから、ちょっと避けたいなとはちょっと思ってるんですけれども、500が明治天皇だしな、なんかちょっと気になる、うん、まあちょっと50の倍数50の時はちょっとあそっか100と50が一応そうそう00の時はビッグネーム系で、ビッグネームで、で50の時はちょっと若干ちょっと二の線みたいな、うん、なんかそういう風に勝手に思ってるだけなんですけれども、なるほどね、うん、ちょっとまだ要検討中です。まあストレートでないのは確かだと思います。まあね、ド直球じゃないなと。今までもまあまあ直球、はい、直球といえば直球だし。まあともかくね、来年は12年目になるんですね。12年目。11周年の12年目にね、なるんですよ。なんだっけ。で、3月にはね、東京集会の開催が控えていますので、ネタ仕込みもね、着々と進んでおります。東京でのネタ。はい。へえ。あなた、全部考えるの？東京のネタ。私の担当の部分はもう仕込み終えています。担当の部分って何？私の担当の部分あります。はい、はい、ケリーさんの担当部分はもう仕込み終えました。ちょっと後で、はい、今日収録する前に、はあ、待ってる間に仕込み完了しました、はあ、はい、あとは私はもう資料をプリントしたら本番 OK です。いい、はい、マジか。何着ていこうかなってちょっと思ってますけれども、そう、はい、あそう、はい、まあちょっと来年は特に大きなね、3月ね、周年イベントとかしませんが、うん、まあ、東京集会でもうあっという間ですよね。そうですよ、年明けたら3月だもんね、はい、中旬か。早く原稿仕込んでくださいよ。まあ、はい、さて、ちなみにですね、来年、
あ、令和6年ですね。令和6年、2024年はどんな年になるかなというので、ウィキペディアさんからですね、2024年の予定を、あの行事とかじゃなくてこんな記念日とかあるよっていうのをね、ちょっと引っ張り出してきたんですけど、ちょっとだいぶカットしたんですけどね、来年はですね、テレビ局が開局の切り年が多いみたいで、あ、民放、うん、民放さんが何十周年とか何十五周年とかっていうのがね、うん、なんか60周年65周年70周年みたいなのがちょっと多いみたいですが、あんまり興味ないのでカットしてますが、ちなみにね、明日1月1日はですね、元旦、大阪の市外局番が実家高になって25周年なんですって。誰も知らんわそんな。あとね、レーニンが死んでから10年じゃあ100年とか、あー、レーニン、カラー、あ、世界初のカラーテレビ放送が70年、ダメ、アップルコンピューター発表から40年、冬季オリンピックが始まって100年、モンチッチ50歳。何の話だよ。モンチッチ50歳ですよ。そうですか。で、この下にもあるんですけど、これモンチッチ50歳はね、1月なんですけれども、ね、ちょっと下の方にね、あったら、そうそう、キティちゃん。11月にキティちゃん50歳。へぇ。もう、キティちゃんって偉いよね。偉い。仕事選ばないじゃん。もうどんなコスプレでもしてるじゃんね。あ、ご当地。そう。ちょっと今、ちょっとその辺落ち着いたけどさ、うん、昔すごかったじゃないですか。ね、めっちゃあったな。で、友達が、そのご当地キティの、あの、がぶら下がったボールペン集めるのが、しといて、で、あちこち旅行行くときに買ってあげてたって、いろんなもん見てきたんだけど、キティちゃん、仕事を選べよって思ったのもあって、なんか静岡で見たね、アジの干物キティ、あ、カゴに盛られてんだよ。キティちゃん、すごい。開かれてる。うん、なんか、すげえな、ね。かぶり物とかしてたらもう、キティちゃんじゃないじゃん、みたいな。なんかいっぱいありますよね。で、あとなんだろうな、お札って来年？そうですね。新札って来年？新札ね、7月に変わる予定ですよ。7月に新札か。はい。あの松本サリン事件から30年とか、甲子園球場が開場100周年、関空が30周年、ワンカップ大関60周年。あ、そうだ、60年なの、はい、現行から750年、これじゃん、今年のセンターこれじゃん、またあ、いやいや、またちょっとでも関東大震災外しましたよ。あ、でもちょっと出るかな、あ、現行750年か、年明けネタ仕込めませんよ。もうあれなんですか、ガチガチなんですか。いや、そんなことないですけど、あの年明けの、ネタはもう用意できております。年始は、ね、はい、あ、でもそうか、1月すぐだから、もうそうやな、そうですよ、時間ないですよ、今年時間的にできないんじゃないかな、だって第1回1月7日だもん。ああ、そうか、もう2回目が本番ぐらいか、うん、ああせやね、うん、あ、残念。ああ、原稿やりたかったよね。予言だけしておきましょう。原稿が出る。原稿ですって。原稿。文営の駅、公安の駅。はい、あ。ね、長嶋茂雄さん現役引退から50年ですって。そうですか。はい。あと、ゴジラ70周年。ああ、はい、あ。-01でしたっけ、今やってるやつね。巨人、読売ジャイアンツ創立90周年ですって。ああ。で、来年はね、なんか鉄道イベント多いんですよ。鉄道？はい。どこ？5月6日に、はあ、あの英仏海峡開通30周年。ドーバートンネルね。うん、湖西線開業50周年。はい。東海道新幹線60周年。ああ、そうか。東海道新幹線60年か、はあ、この間50周年ってやってたような気したのにね、
10年経ったんでしょうな、うん、高山戦全通90周年とかさ、全通90年、うん、あとね、コアラが来日して40年なんだって。40年って言われてもな、コアラのマーチ40年ってことだよ。コアラが来日したからコアラのマーチってできたの？え、そうじゃないの、コアラブームの時にコアラのマーチできたんじゃないの？コアラブームってあったの？え、ブームだったじゃん。なんかタマと名古屋と鹿児島の動物園だっけ、コアラでしたよね、うん、かわいいよコアラ。あ、コアラは見たことある、うん、あるよ、見たことあるよコアラ。私もある、ある、かわいいね、名古屋の動物園で見た。 あと東山動物園か、ね、うん、いいねコアラ。なんか私パンダ見たことないですよ。ないの？ないの。あ、そう、うん、白浜とか神戸とか関西の人行ったらいいじゃん。神戸いないでしょパンダの。え、神戸の動物園いるんじゃなかったパンダ。いないよ、上野と白浜でしょ今。あ、そう、うん、白浜行けばいいじゃん、関西人だから。行けばいいじゃんって言われてもそんなために行きたくないよ。だって白浜って南紀じゃないやし、黒潮でちゃって行けるんじゃないの。まあ、ちゃってまあ結構な時間かかりますけど、ね、遠いんだよね、思ったよりね、時間かかりますから、ね、南なんだよね、うん、だったら上野の方が多分気軽なんじゃないかな。まあね、駅近だもんね、うん、あ、じゃあ集会の代わりパンダ見ていけばいいじゃんそうですね、うん、それご丁寧にどうもはい、こんな感じですよ。鉄道、まあ、新幹線60年か。新幹線もね、昔やりましたけど、もう一回やってもいいかもしれないですね。新幹線の方がやりましたっけ、うん、弾丸列車ってテーマで、結構最初期の頃にね、やりましたけどね。あ、うん、いいんじゃないですか、焼き直しというか、ね、リメイク。はい、11年目もね、ちょっとこんな感じで何かネタになるかもしれませんね。うん、新冊発行か7月かで、あ、そう、旧冊が20年なんですね。はい、うん、やっぱ20年おきにね変わりますね。お札もじゃあちょっと今年は狙い目かな。あ、そうか、紙幣貨幣紙みたいなね。太郎くんと花子さんは、うん、日本のお稼の歴史について調べ出しました、レポートをまとめることにしました。そっか、和道開珎は銀貨もあったし銅貨もあったんだ。でもなんだ、永楽追放はどうなんだねとか。かつては和道開珎が最古の貨幣と言われてたけども、括弧もあるよとか。なんだろうそれ、不本線、不本線とかな、うん、そんな問題出るかな、うん、いや、いっそ、それか、あ、でも紙幣に採用された人物にピックアップするか。でも貨幣制度でもできるもんね、前紙、まあ、まあ私たちも今やってますけどね、近代のそういう金本位制とかね、紙幣の話とかでもできるし、校長十二世も問題出せるしね、まあ、な、うん、なるほどね、縄文時代は貝殻でお金してたんだねとか。そんなのないでしょ。あ、そうですか、いい加減なこと言わないでって言われるよはい、はい、こんな感じ、こんな感じ、うん、来年の抱負は、まあ一年無病息災、無事にもうジジイみたいな。いやいやいや、もう病気が怖いのと、あと天災がね、何事もないといいんですけど、今年も暑い、来年も暑いのかね、暑い夏が来るねえ、本当に夏ね、生きるの大変ですけどね。うん、はい、全然反省しない、今年も一年終わろうとしてます。まあ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 、はい、そうですね、はい、じゃあお便り紹介して締めくくろうかな。今年のラストの、はい、お便りコーナーです。はい、はい、おたぬきさんからいただきました。たぬき、はい、はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは、愛媛県のおたぬきさんです。500回配信おめでとうございます。毎回犬の散歩中や仕事の合間に楽しく拝聴させていただいております。ちょっとのことでも継続することはとても大変なことですが、まして40分から50分の放送を10年間休みなく、しかも本業の仕事もして、お酒も飲んで本やテレビで情報を仕入れながら
継続されることは本当に尊敬いたしております。これからも楽しい放送を継続してくださいね。最後になりましたが、お体に十分ご自愛くださいといただきました。はい、はい、ね、結構ね、本やテレビ、ラジオ、新聞は、うん、ネタの方向宝庫じゃないけど、うん、ピンってくるものを見つけるヒントが転がっているのでね、まあ、でもテレビは見なくなったね。まあな、昔ほどかじりついては見ないね。見ない。ニュースとかも見なくなったね。うん、ネットのニュースだね。そうだね。絶対決まってリアルタイムで見てる、テレビの前で座って、はあ、この時間だからテレビの前に座って、はあ、これ見るってテレビある？今見てるものある？録画さえダメってこと、うん、ないでしょう。ないよね。だからドラマとか見たいのは録画ですね。してみてるよね。仕事終わってから見るとか ね、 ね、 NHK スペシャルとか見たいのあったら録画で、そうですね。で、その時間なんか YouTube とか見てるよね、うん、リアルタイムで、うん、あ、確かにな。そうだね、本当テレビってリアルタイムで見ない、ね、だからその台風とかね、そういう時、自然災害とかね、そのちょっと見るけど、大事件が起きたとかね、うん、でも不運でもいいやって思って、あとネットでいいやってなっちゃうね、まあ、ネットの方が早いですからね、今実際問題、うん、そういう天災とか事件にしてもね。そうケリーさんシティじゃない、ケリーさんエリアのラジオ局のアナウンサーさんとちょっと今仲良くしてもらってるんですよ、うん、で、その前はその災害とかあったりすると、その特番組んでたりとか、ローカルに徹した特番やったりとか、ラジオ局って全国ネットでやってるのとかあるじゃん、うん、ああいう時もさ、番組の途中ですが、はいはい、今私ケリーさん地方では大雨洪水警報が発令されましたとかってやってたけど、うん、最近やらないですねって喋ったんだけど、聞いたら、やっぱネットが早いしテレビも情報しっかりやってんで、うん、なるほどね、もうその弱小ラジオ局では追いつけないんだ、もう無理にしなくていいかみたいなことになったって言ってて、うん、ああ時代って変わったんだねって。その方は どれぐらいのレベルなの？県レベルぐらいの、都道府県レベル、都道府県レベルのアナウンサー、うんうんうん、いや、ケリーさん子供の頃からずっと聞いてた人だから、町よりはもうちょっと顔が広い人なんです。もう計算シティ世の外でも知ってる。あ、まあそうか、もともとのところ、そう子供の頃からずっと聞いてて、うん、なるほど。今 LINE でよくおしゃべりしてる。うん、有名人じゃん。だからあれ、あのローカルタレントさんどうなったのとかさ、ウィキペディアにも載らないようなローカルタレントでラジオパーソナリティとかやってたらさ、でもいなくなっちゃうじゃん、まあね、どうなったんですかとかさ、まあ うん、そんなん聞いたり、あとね、僕憧れがラジオ局とかテレビ局のレコード室に行きたいんですよ。あー、資料っていうかレコードが、 CD マニアックなの、なんか貸してほしいんだけどって、今ないんだって。あ、全部パソコンに吸っちゃって。あ、でしょうね。で昔はさ、ほら、あの歌手の人もさ、営業で新曲出したんでって、その地方のラジオ局も来てくれてたじゃん。だからそういう時って CD 置いていくわけでしょ。でしょうね。で、そういうのなんか自分がなんか心に刺さって覚えてるけど誰も知らないみたいなさ、あるじゃん。だからそこ行ったらあるから、なんかそういうの見つけたいんですって、もうないって。うん、でしょうね、全部処分しちゃったって。ダンボールに入れてあるって言ったかな。まあ、データにしちゃってね、もうあとは。ああ、そうなんですね、うん、ちょっとショック、まあ、増えて仕方ないもんね。昔はね、こうスタッフが走って探して、そう、取りに行ってきます、ちょっと待ってって、ね、流すみたいなのもありましたけど、うん、今パソコンで、確かにそうだよね。ポンポンポンです、うん、何の話？なんでこんな話してんだろう。ず
と放送続いてる、はい、頑張ります。はい、さて続いてのお便りです。はい、ハリマヤ全米さんからいただきました。ハリマヤ、はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、三度まして、これを読んでいただける頃には年のせいでしょうか。ずいぶん寒くなってきましたか。はい、今日むっちゃ寒いですね。寒いね。今私は東京茨城観光の帰路の電車の車内ですって、これ8月のお盆の時期にいただいたお便りなんですけども、はい、時は東京茨城観光されてたんですね、うん、お盆の11日に大阪を出発し14日に帰ってきました。今回は電車好きの長男、小学5年生と2人での旅行をしてきました。長男が夏休みに JR 東日本の新幹線の写真を撮りたいというので、それに託して、何だろう、カッコつけてかな、これにカッコつけて、そうですね、これにカッコつけて私が行きたかった JAXA の筑波宇宙センターに行くのがメインでした。うん、費用を抑えるために弱い40を過ぎて初めての青春18切符での電車旅行となりました。おー、ケリーさんと水月さんのお話からお二人は青春18切符での旅行をちょくちょくされているようなので、お二人の話を聞いていて初めて青春18切符の旅に興味を持ち、長男と実践してみました。実際に行ってみるとやはり疲れはしますが、普段の旅行では車がメインな私は移動しながら酒が飲める楽しさを知りました。長男もこれに懲りずまた青春18切符で旅行したいとのことなので、また新たに機会を作って今度は西の方面へ行ってみたいです。お二人の旅行、電車旅行の思い出をまた聞かせてくださいといただきました。はい、関西から青春18切符で東京行ったんだね。関西から行ったんですね、はい、で名古屋で途中下車をしたり、あ違うわ、何言ってるんですか。それは前の前の前の話ですよ。違う違う、すいません、はい、新幹線の代わりに代わりにね、はい、今18切符使う、いやー10年で聞かねえかな、使い切れないんだよね、まずね。いや、もちろん5倍なんかありえないですよ、うん、使い切れないし、なんかやっぱしんどい。ヤフオクで1枚とか買ってたまにね使おうかなとか思うけど、東京までもう行けないな。ね、行こうと思ったら行けるよ、まあ、行けるでしょうけどね、まあ、新幹線でいいやって思うような年になったね。なんかね、途中乗りたい電車もないし、なんかそれこそ駅弁もそうだね、なくなっちゃったしなみたいな。この大阪名古屋から東京に行く時の、うん、あの静岡県横断のしんどさったらないね。浜松から熱海の間がね、よく言われるネックですよね。そうで、昔はさ、平成時代はさ、まだ熱海まで乗り換えなしみたいなのもあったじゃん。一歩。熱海はないんじゃないかな。あったあった。どっから？名古屋から？名古屋からとか。うん、名古屋熱海ってあったかな。あ、浜松はあったけどな。ね、そんなにないよ。うん。朝の通勤電車みたいな時間帯とかあったけど、で今ってだいたい浜松、静岡ぐらい熱海って切れるじゃん、うん、そのたんびに乗り換えて関取合戦じゃない。静岡地区がね、また編成が短いからさ、ね、全部ロングシートでね、で、すかないんだよね、ガラガラにならないんだよね、まあ、特にね18切符の時期って大体こうみんな同じこう、ね、時間帯の電車選んでいくし、乗り継ぎ考えたらもう大体パターンが決まってくるから、私もう来年からは北陸経由は厳しいでしょ。そうですね、うん、北陸経由はまあ使えないね。ねえ、大変な時代でね。でもちょっと四国とかね、高松とかさ、関西からだったら青春18切符で日帰り旅とかちょっときついか。いや、まあ行けますよ ね。昔行ったりしましたけどね、いろいろとチャレンジしてもらうといいですね。
うん、でも今さクロスシートの電車も減ってきてない、ロングシート多くない、うん、まあ関西とかね比較的あるけど、そうそう食事がねしづらかったりね、まあね、まあ、ちょっとこう余裕を持ってちょっとこうどっかで1時間2時間降りてぐらい考えるのがまあ大人のたしなみかもしれないです ね、お子さんはねいろんな長期どこまでとか、まあ、楽しみ方いろいろだよね、一限界まで行ってみるとかね、まあね、あんまりこうガツガツはしない方がいいのかもしれないですね、うん、まあちょっとずつエンジョイして楽しんでください、うん、はい、続いてですね、ケンケンさんからいただきました。ケンケン、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。神奈川県の中でも武蔵の国の領域に住んでいるケンケンです、うん、昨年60歳で定年退職をし、時間が自由に使えることもあって3月に2泊3日で名古屋、岐阜の城、古戦場を巡ってきました、うん、初日は名古屋城、犬山城、国宝茶室女庵、岐阜城2日目は大垣城に行ってから、午後にこの旅行のメインイベントである、うん、大和田哲夫先生関ヶ原の戦い徹底解説アット関ヶ原のツアーに参加しました。大和田先生は静岡大学名誉教授です。岐阜関ヶ原古戦場記念館長で、うん、どうする家康をはじめ多くの大河ドラマの時代考証をしておられる方です、うん、最終日は桶狭間の戦いまで織田信長の皇帝に近い清洲城、熱田神宮、うん、桶狭間、今川義元本陣跡、うん、桶狭間古戦場公園と巡った後、最後に徳川美術館で展示品を堪能しました、うん、2日目の午後に大和田先生のイベントを参加して で、ねうん、で3日目が名古屋方面ですね、うん、年が年だけに膝が痛くなってしまう旅でもありました、うん、さて関ヶ原古戦場を見て感じ疑問があり、ケリーさん、水月さんにご意見を伺いたいことがあります、うん、西軍が勝てば毛利輝元は五大老筆頭となり政権を把握できるにもかかわらず、毛利軍の吉川広家、安国寺永慶、うん、毛利秀元は戦いに参加しませんでした、うん、途中まで互角だったのですから、毛利軍が参加すれば西軍が勝つ可能性が高かっただろうと思います。なぜ東軍に攻撃をしなかったのでしょう。同じく小早川秀明も東軍に攻めかかれば西軍が優勢になっただろうと感じます。西軍が勝てば豊臣秀頼が成長するまでの期間、関白を約束されていたにもかかわらず、なぜ小早川秀明はその絶好の機会を捨てたのでしょうか。石田三成が信用されていなかったのか。東軍が負けそうにない戦闘の流れだったのか。徳川秀忠軍の存在がネックになったのか。その辺の実感がつかめません。どう思いますか、ということで。はい。関ヶ原の合戦はこの毛利軍団が結構結局振り回してるってことですか、うん、関ヶ原の東側のね南宮山っていう時にこの毛利勢がいて、うんはい、でまあ家康がいて、まあ、三成とかの西軍がいますから、うんうんまあ、普通何も知らない人がその軍隊の配置を見たら、いや絶対西軍勝ちでしょって言うんですけど、うんまあ、結局ではそのね南宮山の毛利軍っていうのは戦闘に参加せずに見守るだけで、そうこうしてるうちにまあ終わっちゃったって話でね。なんか今年の「どうする家康」でも大阪城の毛利輝元も、うんそうですね、なんかちょっとやっぱ石田の方がやばくないみたいな。まあね、よくやれるのはその吉川広家がその南宮山の麓に布陣してて、うん、もう吉川はもう徳川勝つっていう確信を持ってて、うん、彼が動かなかったんでその背後の毛利軍も結局動けずにっていう話ですよね、うん、ね、なんかこれもいろんなドラマによって
駆け引きしてる場面っていうのがね、うん、いろんなこう描かれ方がしてるし、うん、もね、ある作品だと石田三成が各部署をお願いに直々に挨拶しに行ってるように描いてたとこもあったのも覚えてるしね、うん、まあね、今年のどうする家康だとあれ中村七之助さんっていうの、ああ三成の、あ、はいはい、若いだったね、あっちの方がかっこよかったね、演技が三成として今までの三成の、あ、違う違う、家康と最後対峙して、あ、家康よりもってこと、ちゃんと演技できてたなって思って、あの前も言ったけどやっぱ今年の家康は貫禄がない、頑張ったんだろうけど、まあね、ちょっとこう貫禄が弱かったな、三成のかっこよかったな、まあまあ、まあ、1年通してやるのとね、何話かしか出ない人じゃやっぱパワーの使い方も違うのかもしれないですけどね、まあね、そう結構なんか嫌な感じの三成だったけどね、あ、じゃあでもだ それなりに演技できてたと思うのよ、芝居はまあ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 ね、松潤とまあちょっとね、まあねって、もうちょっとやっぱアイドル系の俳優さんはちょっとでもあの岡田准一とかはねいいけどね、やっぱりだから周りでこう盛り上げていってあげないとね、どうしてもこう際立たないですからね、その点ちょっとだからね、だから東軍側の人の脇がちょっとなんかいまいちパッとする感じの人がいないし、ね、最初からいた人たちばっかだもん ね、 でね、福島正則とかもなんかガガってるばっかりでなんかいまいちなんだかなみたいな感じだって、でもね誰が誰だかもう全然俳優さん分かんないもちろん全然分かんないです、もう誰も名前知らないけど、うん、はい、ね、にしてもこの2泊3日かなり濃厚な行動範囲ですね、ああまあまあ本当にこの、うん、なんだっけ三英傑を舐め尽くした、しゃぶり尽くしたという感じの、小牧長久手とか行ってない、ああまあそうやね、終わりの場合来たのは行ってないけど、だよねこれね、うん、あのあっちこっちって行ってるからかなり移動大変だったんじゃないですかね、うん、鉄道で行ったのかな、うん、マイカーなのかな、夏に行かれたのかな、夏、いや春ですね、あ、3月か、ね、うん、まあまあちょうどいい時期だったのかもしれないですけど ね、うん、ね、名古屋飯食べていただきましたかねそればっかりじゃん、はい、ね、あのちゃんとお答えしちょっとしてきてないですけどありがとうございました、はい、さて続いてですね、山形有朋さんから、山形有朋、うん、いただきました、元老、はい、こっちかこっちか、はい、毎週拝聴しております、ラジオ食堂の名前を聞いてびっくりしました、好きなポッドキャストだからケリーさんも聞いていたので嬉しいです、多分ケリーさんと坂谷さんは年齢が一緒かなと思いますが実際はわかりません、僕は山口の萩市に住んでいて吉田松陰の土地が有名な場所なんですが、おもれきで吉田松陰を取り上げてくれたら嬉しいですといただきました、うん、はい、あのケリーさん、ラジオ食堂っていうポッドキャスト番組があって、それを聞いているってお話ししたので、山形有朋さんが、も聞いていたの、あの、ラジオ食堂を聞いてくださって、聞いているのでっていうので、山形有朋は両方の、あの、聞いてはるってこと？そうですね。坂谷さんは僕より年下だと思いますよ。ああ、そうなんですか。うん。一度お会いしたことありますけれどね。食べ物の話ばっかする番組なんですけどね、面白い、うん、あの関西出身の方がお話ししてるんで、ほう、うん、あの面白い、あとは聞いてるだけ、まあ、僕も聞いてますよ、聞いてるだけ、うん、聞いてるだけ、昔お便り出したことあるけど、うん、はいね、萩はねケリーさん行ったことありますよ、ありますよ、うんうん、萩のどっかの居酒屋に行ったら、居酒屋、うん、はあ、旅行に行ってね、居酒屋行ったら、あのガラス瓶でできたラムネが出てきたんで、あったんですよ、今上の方がプラスチック化してるじゃないですか、玉が入ってる、で
お今時珍しいっちゅって、これもなんかラジオでここでも言ったような気がするけど、言ったな、うん、持って帰ったってやつでしょ、そう、うん、っていうのが一番覚えてるけど、うん、ちゃんと松陰神社も行ったし、あ、行きました、甘夏も食べたし、はい、なんだっけ、お城も登りました、廃城、うん、廃城になった山登りました、あ、しずきさん、はい、うん、はい、ね、またお便りください、はい、はい、山語りと思ったらね、最後のお便りにしようかな、しますね、はい、サイクルマンさんからいただきました、サイクルマン、はい、はい、おもれきの皆様いつも楽しく拝聴しております、8月下旬に出雲大社と松江城に行きました、うん、出雲大社は神話に出てくる大国主の命が主祭神で、創建は神代、神の時代とされています、うん、古事記では大国主の命が作り、天照大神に譲ったのが日本国です、うん、でっかいしめ縄は迫力がありますね、松江城の天守は現存12天守の一つで国宝に指定されています、築城した人は堀尾忠氏、関ヶ原の合戦の先行で出雲24万石に加増、威風された後に築城しています、はい、外観は黒く威風堂々としています。万華の暑い中でしたが、どちらもとても素晴らしい楽しい旅行になりました、うん、といただきました、はい、出雲行ったんですね、いいね、島根、ね、市畑電鉄ね、市畑ね、うん、市畑っていうの、市畑、市畑、市畑、うん、なんか市畑電鉄のデパート閉めちゃうんだってね、ああ、市畑デパートってね、あそこ松江にしかないんじゃないの、まあね、そういうちょっと地方のデパートってね、地方系のデパートってね、本当に今弱くなっちゃって寂しいね、危ないよね、うん、厳しいね、デパートも大変らしいですからね、まあ、行かないよね、うん、デパートも、いつもって何回行ったんだろう、2回ぐらい行ったと思うんだけどな、1回か2回行ってますよ、うん、で国鉄の出雲駅残って、駅舎残してる、まだ残ってんの、大社駅ね、大社か、あ、ごめんなさい、うん、でまだ残ってんの、あすよ、うん、ね、あの古いね、木造のね、うん、立派な駅があって、あれがなんか印象的だったな、市畑のね、あの出雲大社の駅もちょっとこう古い戦前のね、あのコンクリートのドーム型の独特の駅舎ですけどね、で何か、うん、そば食べたのは覚えてる、まあまあ、そうでしょうな、1回ぐらいは、何て言ったら、その周遊券で行ったんだよね、最後行ったの、周遊券が、いつの話やん、周遊切符、うん、で行って帰り、ほう、大山で帰ってきたんだよ、ああ夜行で、あ、もう今は昔ですね、そうそうそう、で大阪まで大山で、うん、大阪まで出たら1時間かからないうちに急行高山が拾えて、なるほど、そしたらもう楽に岐阜までね行けるじゃんっていうので使って、うん、で高山なんか誰も乗ってなくてガラガラでって、うん、古き良き平成の全部ねえよ、うん、だよね、ああいう夜行列車っていいのにね、まあ、情緒があってね、まあまあ、情緒ね、うん、難しいね今ね、そういうのなくなっちゃってね、そんなレベルじゃないですよもう今や、そうですね、うん、まあ、ともかく新幹線にちゃっていっちゃえっていう時代ですからね、うん、はい、お便りありがとうございました、はい、はい、じゃあね、今日はねここまでです、はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にも お便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください、はい、番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください、うん、メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 X は、ひらがなでおもれきと検索してください。はい。はい、今年1年番組聞いていただきありがとうございました。終わっちゃいましたね。ありがとうございました。はい。来年はですね、はい、全然休みなくやってるんで、普通に来年の
初配信は1月7日になります。1月7日日曜日から、はい、はい、そうだね、うんうん、今年は遅いね、いつもなんか今日が大晦日ですね、はい、逆に今年は終わるのが遅いんですね、うん、はい、で皆さん良いお年をお迎えください、はい、じゃあさよなら、さよなら、良いお年を、良いお年を。